3分レジャーさんがっちです。お、どうもアルカイテです。はい、ということで、まあ、動画とかでビジュアル系ファンの人がロックバンドハマるんだったらどんなバンドみたいな、ビジュアル系が好きな人がハマるロックバンドっていうのをこう、うん、僕らが紹介してったりとか、はいはいはい、こんなんどうですかみたいな感じで提案してったりとかする動画撮ってるんですけども、逆がねないと思って、ロックバンドをよく聴いてる人にこうおすすめできるビジュアル系バンドもあるのかなと思ってまして、なるほど、うん、1人3バンドずつピックアップしてちょっとやっていこうかなという、いいですね、はい、ジャンル問わず聴いていただきたいというところで、ビジュアル系バンド好きな人 もロックバンドに聴いてほしいし、ロックバンド好きな人もビジュアル系聴いてほしいっていう、そういったところ簡潔にやっぱ好きが増えていってほしいなって感じですよ ね、魅力ながらこうちょっと僕らでもできればってことですかね。今活動してないバンドでもいいと思います。あー、オッケー、音源とかがあって。ここからいきますか。お願いします。僕の3バンドはこちらですね、ビストリップ R 指定子供ドラゴン。あー、いいですね。この3バンドかなって感じですね。この3バンドがかなりそのハマった要因として強いのかなっていうところ。ビストリップは高校時代、僕がビジュアル系っていうところにあんまり知らなかった時でも、アルカディアにこう何曲か教えてもらって曲単位としてこうハマってた曲があったので、文化とかそのジャンル問わず聴ける曲がすごく多いのかなっていうのがビストリップの魅力かなと思います。そういった部分でロックバンド好きな人にもおすすめしていきたいなという感じですね。で、R指定は、その曲の幅の広さっていうのはありますし、やっぱりマモさんがそのボーカルとして の、 そのカリスマ的な力というかカリスマ性っていうのがすごいあると思って、ロックバンドでも結構カリスマ性があるボーカルがいるバンドってかなり人気じゃないですか。ウーバーワールドとか、ウーバーワールド、ワンオクロックとか、ジーゴラのシーガルとか、こうボーカルがやっぱりこうね、MV とか見てるとすごい入ってくると思うんです、映像として。で、そういった時にこうマモさんかっこいいなってなると思うんですよね。僕もすごいマモさんかっこいいなって思って、やるしていいなって思ったので、ぜひこうおすすめしたいなという部分ですね。3バンド目が子供ドラゴンと、一番好きなバンドなんですけど、ビジュアル系で言うと僕の感じてたフォーロックのシーンというような感じなんですけど、同じ雰囲気のバンドが出てきてて、なんかこう閉塞感があると、マンネリ化してるというか、なんかなんとかっぽいっていう人たちばっか、つまんねえなって思ってた時に子供ドラゴンを教えてもらって、なんだこの音楽みたいな、子供ドラゴンでしかできない音楽性、そうですね、激しいんだけどその転調がすごくあってバランスがすごくちょうどよくて、ロックバンドでかっこいいところってやっぱりその生身の人間の厚さというか、そういった部分がすごく出てると思うんですけど、特にハヤト氏すごい熱いなって感じる部分が多くて、熱い音楽してるなと思ってて、ライブとかでも もうその日、死んでもいいみたいなさ、ここに全て残してくみたいな、なんかその気迫がめっちゃ伝わってくる、そのライブパフォーマンスとかっていうのが本当にかっこいいなと思って、めちゃくちゃこう声バーって出してる感じですよね。そうそこがすごくかっこいいなと思って、3バンド目は子供ドラゴンって感じで、3つのバンドをおすすめ、はい、させていただきたいなって感じでございます。なるほどね、はい、その僕も正直最初思いついたのがこの3番のプラス、傷とか、その有名なところで言うとナイトメアガゼットシドとかその辺かなと思ったんですけど、僕はビストリップとムックとヌリエっていうバンドにしました。おお、なるほど、はい、ビストリップ、これはもうガッティ君と同じで、そのガッティ君がその一応フォーロックのみをパーって聴いてて、しかも高校時代は、僕もそうでしたけど、その他人から勧められたものは聞かんみたいな尖りあったじゃないですか。それを一応くぐり抜けてるんですよ、ビストリップって。シンプルにやっぱ曲調としても、激しい曲もあるんだけど、結構ポップでこう入りやすい曲もあるし、なんせやっぱトモさんの声って綺麗ですごい聞きやすいじゃないですか。やっぱビジュアル系にこう苦手なイメージ持ってる人っていうのはやっぱボーカルの癖が強いとか、多分そう思ってる人って多分多いんじゃないかな。やっぱこう歌い方がさ結構あるじゃないですか、声がもうめちゃくちゃこうスーっていう本当綺麗な声で、こう誰が聞いても気分が悪くなる人形いないと思うんですよ、ね、苦手だなと思う人いないと思うんですよ。もう一個としてはやっぱその音の厚みというか、その、やっぱユウさんのギターはめちゃくちゃ上手いじゃないですか。はあ、なるほど、もう圧倒的なんですよね、やっぱその結構ビジュアル警戒で考えても、やっぱ今までライブとか見てきたけど、めちゃくちゃ上手いじゃないですか。
えぇ、ー、みたいな、でそういうところでも本格的な部分を求める人間も、もうすげえ人いんなみたいな感じになるんじゃないかなっていう部分で、やっぱ間違いないんじゃないかなって思うのがビストリップですね。これはもう2人とも被ってるんで、しかも一番上に書いてる、まあ、確かにねまあ俺がだって入りだからね、ダンスビジュアル系の入りが ビストリップだったからって思います、で、まあ、2番目に書いたのがムック、まあ、ムックはまあロッキンとかも出てるしって部分と、やっぱりあのオーラル好きな人は間違いないからっていう部分ですよね。なるほど。で絶対なんか影響受けてんのかなって俺は最初思ったから、オーラル見た時に、オーラルの音楽を聴いてそうなんじゃないかみたいな、そう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 、なんかあムックの達郎さんっぽいなって思ったから、ね、やっぱそのオーラル自身もトリビュートアルバムとかに参加してるから、うん、そうですね、なんかムックもね、その、まあ、ザ・ビジュアル系って感じの曲もあるんですけど、メロディアスという、はいはい、爽やかめな曲ともあるんですよ。そう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 、何曲か聴いた感じだとかなりフォーロック好きな人も入りやすそう。そうそうそう、あくまで代表曲の話かな。代表、でも代表曲が入りやすいんだったら、代表曲でバンド自体好きになればどの曲も響くようになると思うから、オーラル好きな人はちょっと一旦聴いてほしいなと思います。3バンド目が本当にこういろいろ迷ってて、ヌリエっていうビジュアル系バンドに選ばせていただいたんですけど、まあ、令和元年7月とかに結成してるんで、その1曲しか知らないんだけど、その曲がめちゃくちゃフォーロックっぽかったっていう、ほうほうほう、まあ、1曲聴いた感じだとちょっとビジュアル系っぽくないなっていい意味で、なるほどね、で思ったから、なんかミュージックビデオの感じとかも、だからね、ちょっと雰囲気違うんですよ。あ、そうなん、まあ、ビジュアル系っぽさもあるんだけど、なんかちょっとフォーロックバンドっぽいなっていう感じもあって、このバンドいいんじゃないかなって思ってるんで、ちょっとそこで進めさせていただこうかなっていう。結構でも新しいバンドで、口笛とかも、ね、演奏中に入れたりとか。あ、そうなんだ。新しい、ね、そう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 、初出しのバンド出してみました。なるほどね。まあ、でも、まあ、総意としてはビストリップですね。そうですよね。見見としてはビストリップ。そうそうそう。ビストリップ最強。うん、まず聞いていただいてって感じです。俺の入りだからって部分だと思うんだよね。ビストリップがいなかったら、もしかしたら他のビジュアル系バンド聞いてないかもしれないから。うん、まあビジュアル系も好きで、フォーロックっていうか、そういったね、あのバンドも好きな方もいると思いますので、まあ、そういった方はね、ぜひおすすめのバンドとかね、まあ、教えていただければと思いますので、はい、まあ、この動画が知るツールに、ね、なってほしいなという感じで思っておりますので、じゃんじゃん。コメントお待ちしております、はい、そんな感じで終わります。じゃあさ、じゃあさ